ポリエンカビニル、ポリエンカビニル、ポリエンカビニル、ポリマイノルクロリド、PVC、またはエンカビニル樹脂とは、一般的な合成樹脂、プラスチックの一つで、エンカビニル、クロロエチレンを重合したものである。エンカビニール、エンビ、ビニールなどと略されることがある。軟質ポリエンカビニルは、ソフトビニール、ソフトビニール、ソフビとも呼ばれている。しかし、ポリマーを意味する、ポリ、 または、樹脂を略した故障は、その原料である、単量体の塩化ビニルとの混同を生じる恐れがある。ため、単量体の塩化ビニルを特に塩化ビニルモノマーと、こことがある。ポリ塩化ビニルは塩化ビニルモノマー CH イコール CHCL を、負荷重合させて合成される。塩化ビニルモノマーの製法は、クロロエチレンを参照のこと。 塩化ビニルモノマーを重宝させただけの樹脂は硬くて、脆く、結晶質であり、紫外線が当たると分子を構成する、塩素原子が外れで、劣化応変しやすい。利用のためには柔らかくする成分、過素材と劣化を防ぐ、安定剤を加える。熱を加えると軟化するため、熱可素性樹脂の一つに分類される。添加する、過素材の量によって硬質にも軟質にもなり、優れた。 耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持つ。また難燃性であり、電気絶縁性である。このような、優れた物性を持ちながら、ソーダ工業において、食塩水電気分解で、ガラスの原料の化成ソーダ、水酸化ナトリウムを作る際に、副産する低価格の塩素ガスが、重量の半分以上を占める重量のため非常に、値段が安いことから、用途は多岐にわたり、 衣類、壁紙、バッグ、インテリア、クッション材、断熱材、防音材、保護材として、縄跳び用などのロープ、電線被覆、絶縁材、防虫網、網戸など、包装材料、水道パイプ、建築材料、農業用資材、農備、レコード板、消しゴムなど、多数あり、かつては玩具にもよく用いられた。最近では軽量化を図る目的で一部の、 自動車用のアンダーコート剤としても用いられている。日本では1941年に工業化された、なお、塩化ビニルモノマーについてはエアロゾルの噴霧除剤として使われていたが、1974年に塩化ビニルモノマーへの暴露と間血管肉腫との関連が指摘され使い禁止となった。現在、年間約200万トン製造されている。 1990年代には、ポリエンカビニル、ポリエンカビニリレーをはじめとする塩素系プラスチックが、ダイオキシン類の主要発生源と考えられ、社会問題として浮上し、不買運動にもつながった。現在ダイオキシンは、塩素系プラスチックのみならず、塩素と方向属化合物が含まれる、廃棄物を、焼却処分する際に不完全燃焼になると、発生すると考えられている。 対処法として、焼却炉の性能向上による、不完全燃焼率の軽減、分別収集により、塩素を含むゴミを焼却しない、リサイクル精度の拡充、塩素系プラスチックの使用量削減などが提案されている。また、業界団体からは、焼却炉からのダイオキシンの使用発生源は、ポリ塩化ビニルではなく、食塩によるものとする研究も出されている。これに関連して、文部省、 現、文部科学省は、学校の焼却炉を廃止するように通達を出した。20世紀末頃、いわゆる環境ホルモンへの関心が高まる中で、ポリエンカビニル中に含まれる過素材が、食品中などに溶け出すことで人体に与える影響も取り沙汰されるようになった。これまで過素材として多く用いられていたフタル酸エステルは油脂を含んだ、食品中へ溶け出す可能性があり、 食品が直接触れる容器や包装への使用が制限されるようになった。また、玩具の内ソフトビニール人形などの乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃに対してもフタルサンエステルを含むポリ塩化ビニルの使用が制限され代替材料として熱化素性エラストマーが用いられるようになった。また、弁当などの食品製造時に用いられている手袋も 同様の理由から問題とされた。2000年6月、厚生省、現、厚生労働省は、食品製造時のポリエンカビニール製手袋の使用を取りやめるように通達出した。なお、この後2003年の環境省検討会において、フタルサンエステルには、環境ホルモン様作用が確認されなかったことが、報告された。また、重量比にして塩素が約半分を占めており、 石油消費量などが小さいため現在では他の石油系プラスチックに比べてポリ塩化ビニルは二酸化炭素排出量が小さく環境への影響が小さいプラスチックであるという見方もなされるようになってきた樹脂化学業界団体は塩化ビニルは製造プロセスにおけるエネルギー、投入量が他の炭化水素系樹脂と比較してなくて済む石油消費量が 他の炭化水素系樹脂と比較して少なくて済む高断熱性で省エネに貢献するなどと主張している。その一方で他の一般的な炭化水素系樹脂と比較して科学的性質がかなり異なるため樹脂を再生利用する際にポリ塩化ビニルが混在していると障害の原因になりやすい。リサイクル施設ではポリ塩化ビニルと他の樹脂とは X 線の透過特性が異なることを利用して分別している事例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。